おいでーめっちゃ行きたい。ここ器用ですね。器用なんです。ただ細かいのは、そう、ただ細かいのはね、ちょっと苦手なんですよ。その手がでかいから。あ、そっかそっか。細かい作業はダメです。だからお客さん、こうネックレス外してくださいって言って、あ、嫌ですねそれは。頼まれた時に、はい、まずこう爪をすごい短くしてるから、うん、留め具がね、はい、あれ外れてくれないんですよね。あ、だからお客さんがこう外せなくて頼まれた時でも、うん、俺も全然もうできませんっていう見えてるのに外せないんですよあれ。そういうところは不器用です。でもなんかあともう一つ、多分私が多分男性で、はい、女性のお客さんに外してくださいとかってやられたら、はい、ちょっとドギマギしますね。あ、緊張します。ねえ、俺全然その辺はないです。大丈夫です。あ、それはないんですか。それはないです。へ、だってもう外してって言ってる段階で、まあまあ、OK じゃないですか。まあ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 、でもなんかそうは言っても、はい、こうなんかその不用意な姿勢を取られるっていうか、なんかちょっと髪の毛とか触っちゃったらどうしようとか、なんか思いそうですね。施術中髪の毛バッサバッサ触りますよ。触りますけど、だから その時はいいんですよ。なんかそのそうじゃないシーン、なんかその 急遽なんか、あ、はい、ちょっとネックレス外してくださいとかって思ってなかったこと言われるのってはい、ダメですか。おっとって多分なる。あ、私は女なんで別にないんですけど、はいはい、男だったら、男だとして、そうで、しかも不器用だとして、はい、考えた時にすごい気まずいだろうなっていう。あ、こっちの方が硬いですね。そこは痛いですね。でもなんか、なんでしょうかね、あんまりそう嫌な痛みではなくて、うん、はい、ああ硬いから痛いんだなみたいな。ああ、ここはちょっと弱い方がいいかも、もうちょい弱くて、はい、バッキバキですよ。はい、そこはね、なんかビリビリします。やっぱそこが、そういう風になっちゃってるから、やっぱり足だるかったりになるんですかね。ここが、今押してるところが一番こう辛くて、うん、足がだるい時って、うん、その今押してるここか、はいはいはい、あとは膝裏こう、あ、痛い、ここがここを押してほしくなりますね。あ、今ちょっとびっくりしました。めっちゃ痛かった。膝裏は結構痛がる人多いです。そうですね、凝りますよね。凝りますね。ここもでもあんまりその狙ってくれる人がいないんですよ。あ、そうですね。だから説明してもその捉えられないって。ああ、確かに難しいかな。一応そのどこって説明するんですけど、うん、あんまりここ捉えてもらったことはないです。ちょっと潜らせないといけないですもんね。そうですね、うん、うん、はいはい、そっちね、はい。そこも痛いっす。もう最終的にその、うん、なんだろう、探ってもらえなかったら、うん、肘でお願いしてますね。へ、一応その全体が当たるじゃないですか。おー、ここも含め。あ、肘っていうか前腕みたいな感じですか。いや、もう肘で。あ、完全に肘で。そう、中頭で。へ、大体この辺ガツンと当ててもらうと、まあ、ここじゃあ肘でやってくださいって言って、こんな感じで。あ、はい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 、指よりぼやけますけどね。一応当たりますよね。当たってますね。だからこんな感じで押してもらってます、はい、へえ。でもそこ肘でやってくださいって言ってさっと、あ、分かりましたってやってもらえます。やってもらえますよ。あ、そうなんだ。あの、大体そのえってなりますよね、最初は。まあまあ、そうこんなとこ肘で受ける人いないよみたいな。うん、あー痛い。そこなんか硬いですね。硬いですね。うん、なんか入ってってない。固まっちゃってますね。そうですよね。
そこへなんか板っぽくなっちゃってる感じがする。はあ、痛い。この辺ですかね、だるいのは。そうなのかも。このラインですね、多分。なんか具体的にだるさって痛いのと違って、うん、まあそうですね、もわーって感じじゃないですか。全体的にもわっとくる感じですよね。そうだから重たいな、だるいなって感じだから、意外とピンポイントでどこって言われると分かんないですよね。もう全体っていう感じになっちゃって。そうでも確かにちょっと奥の方な感じはしてました。はい、だからそことか、あ、確かにって感じがします。なんかこの表面の分かりやすいところじゃないなっていう、なんかそれだったら多分撫でたりするだけでも楽になるけど、ならないんですよ。そうですね。だから多分ちょっと簡単には捉えられないとこだなとは思ってました。そういうとこなんて絶対マッサージ機じゃできないじゃないですか。はい。意外とその肩とか首って結構その施術者側も最初からその難しいって分かってるから意外とそのピンポイントで探る練習もするし勉強するんですけど、足多分そこまで細かく